別に俺から逃げることなかったろう。用があって来てくれたんじゃないのか。八神さんと話したいことがあって、でもあそこでまた悩んでたの。そしたらあのセクハラ弁護士が大声出すからつい。だからっていきなりスタンガンかよ。まあ、あの人だったから別にいいけど。話すだけなら悩む必要なんてないんだよ。どんな内容でも秘密にしたければ黙ってる。安心しな。弁護士の守秘義務ってやつだ。枠さんを最後に見た目撃者がいますよね。病室で寝ているのを見たって。ああ、その証言をするの庄野さんっていう人なんです。先端創薬開発センターの科学者でセンター長の右腕。この人が庄野。Ein ziemlich typischer Wissenschaftler. Irgendwie hatte ich den Gedanken auch als Ashton. Das ist so ein richtiger. Keine Ahnung. Dem würde ich zutrauen, dass er verrückter Wissenschaftler wird. Eh. Majimena Hitodakara, Naskara muss Shinrai Saretete. Demo Shogen Serena Yo Kitara. Chotto Hikakaru Kotomata. Der ist zu klein, oder? Shono Sanga, Hontoni Waksan Omitanoka. Nanka Ayashi Tiyuka.嘘をついてるってことじゃないの。ただちょっと勘違いしてるんじゃないかなって。他のナースも多分みんなそう思ってると。そんな話今まで全然出てなかったな。だって研究棟の先生にケチつけることになるでしょ。ナースの立場じゃやっぱり言いづらいと思う。おまけに裁判で証言なんてことになったら。寺澤さんも証言まではできない。うん、私はもともと職場でちょっと浮いてる方だし。それに、うん、大久保さんは無実だと思うから。へえ、そっか。やっと俺にも味方ができた。Bezirksgericht von Tokio. 私は先端創薬開発センターの研究員です。センター付属の入院棟では様々な新薬の臨床試験が行われてまして、それで事件の日もいつも通り患者さんたちの様子を見に行ってました。Forscher beim MMEZ, Yochi Shono.それは何時頃でしたか？7時50分頃です。確かですか？患者さんたちの朝食はいつも8時と決められてます。ですからあの日だけでなく、私はいつもその時間に入院フロアのデイルームへ行くんです。デイルームというのは？ええ、自力で立てる患者さんは各自の病室ではなく、そのデイルームで朝食をとります。そして私はナースが食事を介助する脇で患者さんたちから体調や薬の感想を聞き取るんです。庄野さんはそこへ向かう途中、被害者の病室を通りかかったわけですね。はい。その時に枠さんの姿を目撃された。はい。どのような状況で枠さんを見られたんでしょうか？病室のドアには窓がついていて、廊下からも覗くことができます。こちらが病室の様子ですね。そうです。私は廊下にいて、その窓越しに枠さんを見ました。枠さんは布団をかけた状態でベッドで眠っていらっしゃいました。その時刻がだいたい7時50分頃です。以上です。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、
なんかまずいのか。いや、別に。Das ist meine Chance, die Sache zu. Wirst du mich verarschen? Ich muss das jetzt machen. Terasa-san. Doch, ne, Gott sei Dank. 先ほどの Shono-san の証言は聞かれてましたよね。はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？ショーノさんはワクさんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。ショーノ konnte Vaku gar nicht sehen und das kann ich auch beweisen。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんがワクさんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。 Dieses Beweisstück deutet auf diese Tatsache hin。 Der Täter hat sich im Krankenhauszimmer versteckt, Sonos Aussage war eine Lüge, schon behauptet ein Zeuge zu... Scheiße, was mache ich jetzt da?Der Täter hat sich im Krankenzimmer versteckt. Das Opfer war bereits tot. Es geht darum, dass den gesehen hat, ne? Dann wäre es ja eigentlich eine Lüge. Shono-san が被害者のワクさんを見たという証言は嘘でした。何？なぜなら、Shono-san が見たものは。ワクさんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらずワクさんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか。常識的に考えればワクさんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。ワクさんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は被害者が病室から運び出された時間を庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間ワクさんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。 Deshalb galt Okubo Kun als der einzige, der Waku san getötet haben könnte。 しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜、人目につかない時間にワクさんを連れ出すこともできます。そしてその後隙を伺って被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。庄野さん。はい。Mal sehen, wie Shono auf die neue Beweislage und Terasawa-sans Aussage reagiert。単刀直入に伺います。あなたは事件当日の朝、ワクさんの病室の中に何をご覧になりましたか？ベッドで眠っているワクさんだったと思います。はっきりとワクさんの顔を見ましたか？よく覚えてません。ではベッドにいたのは別人だった可能性があります。
もしくはただ単に布団が膨らんで見えていただけで誰もいなかったのか。そうではありませんか。異議あり。弁護人の意見を押し付ける質問です。弁護人は質問を変えていただけますか。あなたが見たのは枠さんだったと間違いなく言い切れますか。言い切れないかもしれません。尋問は以上ですが、ここで一つ検察に申し上げます。は？ Der Angeklagte ist in sich zusammengestürzt. Das ist meine Chance. 被告人は犯行がわずかな時間帯に行われたという前提のもと、ただ一人の被疑者として起訴されました。しかし正確性に欠ける目撃証言が崩れた今、犯行は被告人以外の人物にも十分可能だったと考えられます。そこで検察は控訴取り消しはお考えになりませんか。もうこの裁判自体が時間の無駄にもなりかねませんので。検察は目撃証言が崩れたとは認識しておりません。些細な点で記憶が曖昧だとしても、証人が被害者を目撃したことは間違いありません。それでは正確性に欠けると思いませんか。前途ある若者を殺人という罪で裁くこの場で、庄野氏の証言は完全に信頼できると言えますか。庄野氏は誠実な科学者です。幼い頃に認知症のおばあ様の姿を見て育ち、その特効薬を作ろうと苦学の末に先端創薬開発センターで指折りの科学者にまでなった。日夜研究し、そして患者をいたわる気持ちから日々巡回していたことで今回の目撃証言につながったんです。その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば、間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも庄野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか。証人の肩書きを信頼しすぎて証言への裏付けが不十分だったのではありませんか。証人の肩書きに左右されることはありません。検察は DV の前科を持つ被告人の証言にさえ聞く耳を持っています。6年前、被告人の当時の恋人は指を骨折させられ、今も後遺症が残っています。原因は飲酒と些細な日常生活での行き違いでした。一方、今回被告人は事件のあった数日前に被害者の枠さんから財布を盗んだと疑われ顔をはたかれています。このことは異常者といえるほど激しやすい被告人が犯行に至った動機として十分に考えられる。どうされました？退廷しないのであればお座りください。 Was jetzt los? Hallo? 寺澤さん？大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。勝手な発言は控えてください。枠さんに殴られたことも認知症の症状の一つと理解してました。だから恨みなんてしない。それが殺人の理由なんて考えられない。寺澤さん、もういい。大久保さんにだっていいところはいっぱいあります。今すぐ退廷を命じます。確かに愛想はいい方じゃないけど仕事熱心だし、約束は絶対に守るし、大久保さんは万が一自分が有罪になったら私に迷惑がかかるから、だから私に証言はするなって、だから弁護士にさえ私たちが付き合っていること絶対に言うなって。自分が刑務所に行くかもしれないのに
私の将来を一番に考えてくれる人なんです。そういう人なんです。そんな大久保さんを異常者と呼ぶ源氏が本当に聞く耳を持っているんですか？それからも審理は続いたが、彼女の捨て台詞が判決の行方を決定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかし、それからわずか一月後、その大久保の手によって寺沢恵美は無残な姿に変わり果てた。Oh fuck. Oh fuck. Ich hab komplett verdrängt gehabt, dass das sie sein könnte. Domo. どうしました？いえ、何でもありませんよ、事務次官。しかし。3年ぶりにお会いします、木戸さん。今もセンター長でいらしたんですね。確かに見覚えがあるな。でも前より随分やさぐれたか。今はカムロ町で探偵をやってます、八神です。腹が立つよ。あの時は君のせいでミスミス寺沢君を。そうだろう、ショーノ。誰にも止められなかったんです。私がもっとしっかり証言できていればよかった。ショーノさんでしたか。それで今日はここで何を？ある殺人事件の調査をしてます。ぜひご協力いただけませんか。昔のよしみで。ああ、そういうことか。わかった。ご苦労さん。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は？庄野だ。さっきのあの庄野さんですか？Wieso sollte Shintani Shono anrufen? まあ結局何の用だったかは分からずじまいだがね。電話があった時ショーノは席を外していたし、その新谷さんも伝言は残さなかった。でも何か心当たりは？さあ、ショーノは新谷さんと面識がないと言っている。だから電話が来た理由も分からんと。本当に？私もショーノもアドデック9の論文著者だよ。これでも随分名が知られるようになってね。赤の他人が友人や親戚と名乗って連絡よこすこともある。新谷さんもそういう手合いじゃなかったのかね。新谷を殺害した犯人はカムロ町でモグラと呼ばれてます。これまでに他にも3件ヤクザの目をえぐって殺してる。その事件はご存知ですか？ニュースくらいは。モグラがこちらのセンターと関係してそうなことは？は？思い当たることは何もないね。そろそろいいだろう。もう協力できることはないよ。あの、お待ちください。困ります。あなた方は？黒岩と言います。カムロ署組織犯罪対策課。こちらへある事件の重要参考人がお邪魔してるかと。お前のことだぞ、八神。ん？新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。なんだと？Sorry, geht jetzt ab. Aber ich hab's eigentlich vermutet. Aber gut, an der Stelle bedanke ich mich jetzt wohl fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Judgment. Das hört immer so fies auf, ne? Aber es ist eigentlich auch die beste Stelle, um aufzuhören.
Weil die Folge geht jetzt eh schon. Scheiße, ich muss schauen, ob ich die schneiden, du. Vielleicht kann ich sie schneiden, vielleicht auch nicht. Wobei, für euch wäre es dann wieder besser, wenn es 43 Minuten bleiben, ne? Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und servus.